地を愛していたか。降参するか、坊ちゃん。ふざけるな。は大人と呼ばれた名将同節の娘である。当時九州では薩摩の島津家が台頭、同節の盟友高橋常雲は討たれ、橘も滅亡寸前に追い込まれていた。だがそこへ天下人豊臣秀吉が介入、戦局は一変する。秀吉の援軍を得て御敵島津にこれまでの借りを返さんと、銀千代は戦場に推参するのだった。一族の仇を討つ。橘は敵に容赦はせぬぞ。第一は九州征伐、橘の誇りを。吹き荒れた。この木を奪った。攻め入るのだ。
1万1000人の魔女に甘いように送ってやるぞ。岩屋城に果てたあまたの命よ、帰ってきた。開門進め。この地を犯すのは立花の誇りにかけて許さない。ガキどもの野郎、まずは満足、体勢を立て直す。やつらの青鬼の反応で形勢が一転した。まさしく九州の風神雷神ってとこだ。お見事。立花の相手務まる者はいないのか。九州を平定した。橘銀千代の戦ぶりは高く評され、秀吉帰化で大いに橘の名を挙げた。やがて天下はほぼ秀吉により統一され、抗う者は関東の北条のみとなった。秀吉はその力を誇示すべく全国の大名を率い、北条の居城小田原城を攻めた。銀千代は高橋常雲の嫡男立花宗茂と共に小田原城へと軍を進めた。天下平定、面白い。
立花も付き合おう。第2話小田原討伐、立花の誇りを。
容赦しない。何これ何立花って絶対モテなそう。絶対結婚とか無理そう。開門。よし今ぞ進軍せよ。進め。ウルを壊して明日を。とどろけ、アイナ。
れるか。続くとは限らないかな。当然だ。この世に永遠に続くものなど存在しない。故に橘は戦い続けるのだ。橘の誇りは全て守り抜いた。世が変わるな。死ぬかもしれぬな。怖いのか、死が。本望だ。橘の誇りを示せるのならば。ガキだな。死を誇るな。生きろ。俺は死なない。いや、死ぬな。お前はいつも私の先を行く。どうかな。俺はいつもお前の上を行く。さらばだ。小田原は落城、北条氏は降伏し、天下は秀吉の手に落ちた。やがてその秀吉も没し、次の天下を狙い徳川家康が台頭してくる。だが家康の台頭を喜ばない者も多かった。家康は己が命令に従わない上杉を征伐すべく、多くの兵を会津に送り込んだ。その隙を突き、反家康派の諸将が家康の城伏見城を攻撃した。その中に銀千代の姿もあった。橘は一人で十分だ。誰の助けもいらぬ。第3話伏見城の戦い。橘の誇りを。
初にも入れぬか。今日からの鬼始末を怒らせたこと後悔させてやるわ。行くぞ。これぞ好機よ。出るわ。城に連れ去れ。空気が一変した。これぞ戦の醍醐味よ。敵の上昇は鳥居元忠だ。城に討ち入れ。徳川の本体が迫っているようだ。時間がないぞ。今ず手柄はやらない。常に立花が先にしている。敗北条件変更。間に合ったか。と一緒ではないのか。この程度の戦、私一人で十分だ。
田忠勝を止め、浮田殿を引き入れた。家康を討ち、戦を決するべきか。即断せねば。負けぬ。
たとえ一人でもな。死の覚悟あらば立花が相手になる。西軍を鼓舞した。豊臣の将石田三成は家康打倒のため全国から賛同する者を集めていた。銀千代も三成と合流した。三成の軍師島左近の提案により久瀬川に集結している敵部隊に奇襲をかけることが決まる。家康との決戦前に勝利を挙げ士気を高めようという作戦であったが、完全なる勝利、それが立花の戦だ。第4話久瀬川の戦い、立花の誇りよ。今逃げるのか、今逃げるのか、
相手に手加減なし。手放すな。死の
覚悟あらば立花が相手になる。勝利を収めた。だがその後、関ヶ原における決戦で家康率いる敵主力部隊と衝突するも敗北。部隊は壊滅し、皆散り散りになった。銀千代もまた九州へ逃げ延びた。しかし敵の追撃部隊に追いつかれてしまう。連れ添う仲間はごくわずか、絶体絶命の状況であった。だが銀千代は諦めなかった。決して諦めぬ。立花の誇りにかけて。第5話石垣丸撤退戦。立花の本領を見せる。関ヶ原で敗れ、西軍は敗走した。そして私も孤立し、敵に包囲されてしまう。だが立花は一気になろうと戦い続ける。城に誰一人として侵入させるな。俺は大切なものの手を決して離さぬ。よかろう。立花の戦に付き合うことを許す。大門、福島正則が何やら画策しているようだ。くだらぬ工作など、立花が許してやる。
まらん意地を張らず逃げ延びよ。情け無用、降伏するぐらいなら立花は死を選ぶ。もはや降伏は無用だ。無事包囲はなった。あとは絶望の悲鳴を上げていただこう。死ぬ前にな。行くぞ。お前、関ヶ原で果てたのでは。黄泉から戻ってきたのさ。鬼の道あれ、群衆が泣いているんだ。バカにするな。泣いてなどおらぬ。
立花が下したぞ。大した博打好きよ。ここで果てるわけには参らぬ。その冷酷な力を見るのも最後だと思うと。そうだな、ケイラにはここで消えてもらう。この子を必ず報じましょうぞ。一人でも多く道連れにしてやる。つかの間の歓喜に酔いしれるがいい。ケイラはすでに幾重にも包囲されている。私は立花だ。必ず生き抜いてみせる。私も戦う。そうだ、戦え。生きて、お前自身のために。だがお前は。俺は死なない。これは命令だ。